皆さんこんばんは。店長武蔵とその皆様のバイク店動画でございます。しばしお付き合いいただけますと幸いでございます。はい、今日はですねドラグサ戦略、ね、はい、引き取りに来ていただきまして、はい、であとですね、ジャンゴ125アリュール ABS デラックス、まあアリュールのデラックスというねモデルの、キーってね、ちょっと泣くんで、それをちょっとね、はい、ブレーキで、ちょっと外れなかったので、ちょっとホイールごと交換ということでね、はい、やらせていただきました。はい。で、ちょっとですね、あと GP125 ね、はい、先ほど引き取りに来ていただきました。ありがとうございます。はい、納車をさせていただきました。無事に。はい。で、ちょっとね、昨日、はい、このバイク、買ってきたんですけど、ちょっとね、いろいろとこれはねいじってやね、かなりいじってかなりと言った方がいいですかね。ちょっとね、ちょっと今ねメーターのところ取り付けさせていただいて、はい、ちょっといろいろとバラしてみたりして、はい、で今ちょっとね、車検がないのでこれは予備検をちょっと取ってと思ったんですけど、はい、で外装今ついてないんですが、もしかしたら外装なくてもこのままでも検査自体は通れるのかなと、うん、そんな感じがするんですよ。はい、やっぱりね珍そういう外装が外れてたんで、特に何の問題もないっていう方もある。ちゃんと燃料キャップもついてますしね、配管でも配管とかむき出しだな。でちょっとね、私これ買ってきたんですけど、ちょっとですねいろいろ知らずによく分かってなかったですね。なんでですかね、分かってないって変ですよねちゃんと分かってないね、こういうやつでございます。モンスター、でこれオレンジ色なんですけど、後ろにね、みんなステッカー貼ってあるんですよ。www.dario.it アランチオ、ロットアランチオ359B って貼ってあるんですよ。ダリオっていうメーカーの、なんかあれなんですかね、これね。あと、テールカウルにもやっぱ貼ってありますし、うん、さあ、そんなね、M、これはね、なんだと思いますか ?M、なんだと思いますかこれ。M なんですかね、はい、これね、はい、通常はねこれを見ると、お、なんだ肩持ちスイングアームか、あ、じゃあ、あ、796かねと思ったりもするんですが、これ実はですね696なんですよ。はい、696で696で後ろ肩持ちになっちゃってるんですよ。はい、でサスペンションはねオーリンズだったかな、これねこれオーリンズサスなんですよ、はい、オーリンズサスがついてるんですよね。うん、で、まあ、この辺カーボンだったりね、だから要は、あ、まあ、ここもねスプロッキーカーもカーボン、この辺りでちょっとねお金が、ここのねなんか金色のついてますけど、純正を塗ったの車外ですかね。はい、この辺りがちょっとねわからない部分もあるんですが、はい、でこの状態で車検大丈夫ですかね。タンク別にカバーつけなくてもいいのかなっていう感じがするんですが、カバーをつけるとねまためんどくさいまたもないで、このバイク、あのバッテリーにアクセスするのに全部外、あ、まあ、横の左右を外してね、そして、タンクをずらすっていう、でバッテリーにアクセス、めんどくさいじゃないですか。めんどくさいですよね。なのであのこうね、ケーブルを外に持ってきてます、はい、だからいざ時にはここぶっといやつなんで、プラスつないでブースターでかけることもできますし、まあ、充電もしあればここに割り口でつないでね充電っていう、そのあたりも考えているわけでございます。はい、さあどんな感じですね。これ車検、ね、ブレーキの調整もしましたから、とりあえず車検をねと思ったんです。予備検ですね。はい、どんな場合なのかな。で、あの前回りどうして外したかというとね、ウインカーがねこれね左右逆だったんですね
左右逆。どういうことかというと、下にね、穴が開いてるんですよ。ちっちゃい。水抜きの穴かな。うん。それが上に来たんで、両方ともね。だからこれ逆じゃないか。で、入れ替えた。そのためにこうヘッドライト外したりなんだよね。で、ヘッドライト外したら、あ、なんだ、ロービームちょっと LED にしちゃおうかな、なんつって余計なことをやってですね、ちょこちょこっとこう、いじったわけです。はい。で、まあ、それはね、あれなんですけど、まあ、車検にね、行って、まあ、一番落ちやすいのはハイビームの、ヘッドライトのハイビームですよね。で、後軸とか後輪とか。まあ、後輪はね、さすがにこのバイク問題ないだろうと。まあ、後軸もね、乗ってこう動かし、今、外でやった感じ、なんか大丈夫そうなんで、そのまま行けるのかなと、うん、思ったりするんですが、あとはブレーキですよね、前後のね。で、ブレーキ効くっていうのは当たり前なんですけど、引きずりもダメなんですよ。だから、普通に回転する。で、握ればちゃんと効くっていうね。それが必要です。あと、排ガスですよね。でも、このモデルは排ガスありますよね。でも、排ガス、純正マフラーなんで、よく温めてね。いけば、まあ、普通は排ガス通るのは、取りますよね。わかんないね。はい、うん。そのぐらいですか？あと何がありますか？排ガスやって、あと音量はまあ純正マフラーだから問題ない。あとスピードセンサーですか。スピードセンサーに関しては後ろですね。これね、いじってあるんですよ。ブレーキディスクにね、センサーのやつ溶接してあるんですよね。これは何なんですかね。まあでもまあ、だいたい音でね、ってぐらいでなんですよね。ですよね。だいたいそれで40キロ弱ぐらい。で、まあ外観に関してはですね、やっぱりね、まあいろいろ見ていくと、大き高さとかいろいろあるんですけど、やっぱりシフトパターン、一速ニュートラル、234-56 とか、あれのステッカーが貼ってなきゃいけない。輸入車ってあれ刻印ないんで、どこにも。だからステッカー貼るんですよ、大体ね。それ貼ってなきゃいけない。ね。あとですね、これ二人乗りなんでね、二人乗り。どう思いますか？後ろに特に何もないんですよ。ベルトがなきゃいけないのかなと思うじゃないですか。グラブバーがないと、まあ、グラブバーかもしくはベルト。二人乗りしたとき、後ろの人が掴むところがないとね、車検、ダメなんですよ。で、このままで言うと、一人乗りにされちゃうかもしれない。と思った。そしたら、この下に、握るところがあるんですよ。これがグラブバー？これなんでいいの？ありですか？あり。さすがドカティですね。すごいですね。でもね、やってみましょうか。これ後ろに座ってここ握れますか？問題は現実そこなんですよ。ね、形上これで OK じゃなくて、実際に握れるかどうかが重要なんですよ。そう思いませんか？ね、こうでしょ？タンデムに座って、こうですよね。こう座って、こうか。あ、握れなくもない。でも、こうなったら支えられないですよね。後ろにこうなったら、後ろで握ってるから、前でこうだったら、まあ、こことかね、こうだったら、まあ、これでいいですね。はい。まあ、後ろに人を乗せるようなバイクではないということでございます。はい。基本的にですね、ドカティっていうバイクは、一人で乗るものかなと。語弊があります？ムルティストラーダ？まあそうですね、二人乗り。昔のモンスターもそうじゃない。モンスターとかはね、まあ、基本的には一人で。もしくは後ろに乗った方はね、こう抱きつくとかね。鬱陶しい、やめろって。邪魔だみたいな感じに なりますけどね。でも、ここで、こうやって乗るのは怖いですね。そのまま後ろに行っちゃいそうですね。はい、なので、片方はこっちで、片方は、まあ、隣、前の人のベルトあたりを、腰あたりを掴むのかなと思ったりしますが。はい。まあそんなね、あれは、お遊びはこれまででね。はい、さあ、そしてですね、もう一点ありますね。はい、先ほどばらした車両がございます。ちょっとね、いろいろ今日はありまして、なかなかね、手をつけることができなかったわけですが。あ、ちょっと。でピストン。ね。わかります？ここも削れちゃってるんですよ。ね、もう砕けちゃってますね。だからピストンリングが折れちゃったんね。ここの部分がね。だからピストンリングがこういう感じでね、ポロッと取れるんですよ。はい。両方取れるかな。で、こっちのリングもガタガタですね。だってこっち穴開いちゃってんだから。
ピストンがこう全体的に穴は開いてないんですけど、削れちゃっ、なんだ、溶けちゃったの、なんですか。でもここすごいですよね、ガラガラガラって。なんですかこれは。こっち側は、吸気側は綺麗、排気側もボロボロ、なんですかね、何が起きたんですかね、うん、はい、そんなところですね。そうするとシリンダーの方ももうガタガタですよ。だからこれね、ボーリングしてうんぬんっていう感じじゃないですよね。まあ、スリーブになってるんですか。いや、なってないね、一体ですよね。でもアルミか。お、圧入されてるんだろう。でもなんか見た感じわかんないですね。くっついちゃってるような雰囲気の。あ、一応入ってるんですね。うん。あ、入ってるんですね、スリーブでね。ただこれを抜いて入れ替えるっていうのもね、うん、やっぱり現実的ではないのかなと。まあ、内燃機屋さんで やってもらえば多分やってくれると思うんですが。だいたいこの排気がね、ツーストらしからぬこの排気のポート、何ですかね、何が起きてしまったんでしょうか。はい、オイルちゃんといってないですかね。そんなわけないですよね、そんな感じでちょっとね、これあのクランク割った方がいいんですかね。破片がね、クランクの中に落ちちゃってると厄介ですよね。ただそうなっちゃうとエンジン下ろさなきゃいけないですよね。どうですかね、ちょっと、まあそんな感じですね。ちょっと今日はまた1日くれていくわけで、今日何時くらい、8時半ぐらいからですかね、作業をしたんですけど、5時半でね、ちょうどいいじゃないですか、普通のサラリーマンっぽくてね、8時半からじゃあ、まあ、9時5時みたいな。ただ昼休みはしておりませんまた 昼は何も食べずに作業をしてしまいました。はい、いけないですね、それはまずいです、怒られますね。誰に誰に怒られる、誰も怒んないですよね。誰も怒んない、これが自営業のいいところです。怒るとしたら身内の方が、何やってんの、休めなさいよって感じになりますよね。はい、まあそんな感じですね。ちょっとこれカマなしでいけますかね、大丈夫ですよね、別に特にね何もない。車検って結構ね多いんですよ、なんか、あ、なんかついてないなっていう、それでね行っちゃうね、あの来ちゃう、来てる人いるんですけどね。めんどくさいですもんね。エアフィルターとかね、ちょっと確認して、もし汚かったら変えたいじゃないですか。ね、変えたいですよね。だから、パッと見わかんないな。あ、でもまあ、オレンジ色をやたら綺麗に見えるけど。まあ、でもそれ綺麗に見えるんですよね。ここ外すんですかね。これだと、あ、ここのカバー、丸いのパッと外すと抜けるんですかね。モンスターはね。E3 ですね、これ。E3。ユーロ3ってことですか、どうなんですか、4とかね書いてあって、はい、せっかくなんでこちら音を聞いていただいて、という感じでありがとうございました。失礼します。